皆さんこんばんは。6月第1月曜日、一人舞台上昇気流です。アビコ戦です。よろしくお願いします。はい、吉村博文です。よろしくお願いします。アビコレイです。よろしくどうぞ。船木以上の3、待って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 、俺そんな今までなかったやろ。言わせろ。あ、船木ゆうすけです。お願いします。はい、今日はねこの4人で、はい、はい、忙しいおじさんはね、うん、今日はあのちょっと別スケジュールの都合上。誰だろう忙しいおじさん。忙しいおじさん、いや、あれいなかったっけ。弟4人だっけ。うん、多分、はい、うん。じゃあ今日全員4人でお送りします。嘘、泣くぞ、嘘、泣くぞ、泣く、泣く、全然面白くねえよって言われてる。はい、南部が欠席ということでね。南部欠席です。はい、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 2ヶ月ぶりですね。2ヶ月ぶりですね、はい、お久しぶりでございます。お久しぶりでございます。久しぶりでございます。はい、1時間お付き合いください。はい、さてさて、はい、2ヶ月、1ヶ月、うん、あれ、いつだっけ、あのみんなで集ったのは。集ったの、集ったのはあのテレ、あの上映会でしょ。あれは5月の中旬ぐらいですか。13、はいはい、うん、アビコレイさんサプライズ、すいません皆さん、ありがとうございました。ね、むしろ今日の方が誕生日に近いのね。うん、あ、そうか、24日だから。あ、もう、あ、もう迎えられたってことですね。そうです、そうです。おめでとうございます。ありがとうございました。ね、あ、見ました、あの誕生日のツイート。ね、前振りありましたけど。あ、あ、見た、ね、うん、あの痛いやつ、痛いやつ、のやつね、いつもの痛いやつ。見たよ、見たよ。痛いの、あれ。痛い、気づいてない俺が一番痛いじゃない。痛い、それ、うん、一応楽しみにしてる人たくさんいるかなと思ってね。いや、あれ頑張った、いろんな意味で楽しみにしてるよ、うんうん、知らない人は何言っても分かんないかもしれないけど、はいはい、あのレイちゃん役のメイさん、あ、メイさんがレイちゃんとして存在してるんですけども、全然分かんない。あの涙、涙がこうやって垂れてた髪を、はい、もう本当に一生懸命こうやって切って裏に乗りつやって貼ってみたいな寂しい作業を一人でせこせこやってましたよ。、ね、そう、あのね、あの、うん、分かりやすく説明するとあのトトロのフィギュアを使ってこの人がなんか寸劇をねツイッター上に上げるんですよ。メイシャン、メイシャン、メイシャン、いや、おば、レイシャン、レイシャン、レイシャン、そうそう、あのね、メイ、メイ、メイって子がいるでしょ、ちっちゃい子ね、ちっちゃい子ね、ちっちゃい子ってか、ちっちゃいのフィギュアのイメージね。メイを、うん、あの自分の名前になぞらえて、なるほどね、レイシャンと、レイシャンと、うん、メイちゃんをね、レイシャンっていう、そこで痛いからね、もう痛い。で、おばあちゃん、おばあちゃんとね、隣のおばあちゃんだけどね、あれね、ああ、そうなんだ、カンタのね、おばあちゃん、そう、あのおばあちゃんをあのレイシャンのおばあちゃんとして、おばあちゃんの役として、はい、2人のやり取りをね、ツイッター上に上げてるんですよ、たまに、あのね、ちょっとびっくりするような感じでね、あげてるんですよ。何が発端でああいうのをあげることになったのかちょっとわかんないんだけど、病んでたんでしょうかね、病んでたのかな、最初見た時びっくりしたから。ちょっとどぎも抜かれましたね。、うん、そう、こういうことやる人だったんだと思って、なんかね、うん、まあちっちゃい頃からあのよくさ、あの筋肉マンの消しゴムとかあれでね、座布団を引いてね、あ、やってた、それをリングにしてね、シュッチュッチュッ、なんとかなんとかなんとかをかけた、ピューッとかね、やっずっとやってた人なんですよ。ね、そう、もう小さい頃から痛い人だったんだよね。まあだから分からんではないけども、ないまあ、でこの間の、はい、そのサプライズの上映会の時に、うん、予告してましたから、うん、誕生日のツイートを見てください。ね、知ってますね。レイちゃんとおばあちゃんのあれをやりますと。言っちゃったもんだからさ、ね、ちょっと凝らなきゃいけないなと思って、ね、何枚写真撮っただろう。結構、結構撮り直した、ね、ものすごい写真撮ったからね、こだわっちゃった、こだわっちゃった、痛いよね、本当に。あんた、はい、はい、まあそんな上映会がありましたけども、はい、ね、ゆうすけはね、そうです、ちょっとお仕事で行けなくて、ツイッターであの祝えなくてごめんなさいっていうツイートリブを返すっていう、うん、ね、あ、はい、ツイッター上でやり取り、そうです、 ありがとうございます、とんでもないです、おめでとうございました、はい、ね、まあ来ててもね別にね、まあそうっすね、僕が出てなかったからな、あれはね。あ、そう、そうだよね、そうっすね。お客さん目線と一緒にの感じになってたんじゃないかな、楽しめたと思うよ来てたら、うん、え、あの舞台上でただ俺が見てるっていう、あの上映会を見に来るっていう、僕らもずっと後ろで見てたんで、見てて、あ、そうなんですか、うん、普通に笑ってたからね、俺たちも。なんか不思議だね、自分たちの作品をあのお客さんと一緒に見てるっていう感覚がなんか面白かったね。面白かった、しかもね、分かってるから先に笑っちゃったりとか。やべえやべえとかも、それはやばい、うん、
まあそんなのがありましたけど、はい、このね、先月と、うん、だからそんなになんか格付きでやってるじゃない、うん、上昇気流、うん、でもその間に全部イベントが入ってるから、うん、なんかそんなに長く感じない ね、2ヶ月ぶりっていう感じもあまりしないっていう よく合ってんな、最近むしろね、あの皆さん飽きちゃって来ないんじゃない来てくださらないんじゃないかっていう不安の方が勝っててね、うん、いや今日はありがとうございますありがとうございますいつもありがとうございます、はい、さて、はい、報告してましたが、はい、あその前に乾杯しますか、もう飲んじゃった、うんうん、もう飲みきっちゃった、まあ、大丈夫、気持ちだけ乾杯して、うん、はい、はい、いや、ペットボトル、今月もありがとうございます、乾杯、はい、あ、俺も飲んでねえし、はい、あ、やべえ、兄弟で帽子かぶってメガネかけてる、やばい、あ、ほんとだやばいやばいやばい、寄せてきたんだ、今まで多分ね、メガネでかぶったことなかったね、多分メガネかぶったことなかった、あ、メガネと、そう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 、メガネ2人してきちゃったね、すいません、はい、仲良し兄弟です。いや、そんなことも全然そんなことないんだよ。全然ないね。仲良く全然ないんだから。それもまたね、あの話す機会があったら話していこうか。おいおい、うん、話しましょう。だから前回なんてだって、ね、駅のホームであってもスーンってするっていう話でしたね。そんな仲良くないんですよ、実は。まあまあまあ、はい、はい。で、予告してましたが、はい、痛い話。痛い話。痛い話。うん、はい。いろいろメールでもね、うん、なんかたくさんありますね、たくさんいただきました、ありがとうございます、まず初っ端一つ、ね、いただいたやつ何か紹介、あ、面白いの、じゃあいきますか、はい、はい、じゃあこれいきましょうか、はい、名前ありませんね、ナナシさんですね、はい、ナナシさんは勝手にナナシさんとしただけです、うん、うん、あの、はい、匿名さんです、ね、読みます、はい、痛い話ですが、うん、先日のバイトの際にボックスを胸に抱えたとき、ボックスの縁で私の左乳首を強打しました。乳首は無事でしたが、うん、その後数分はずっと乳首をさすり続け、先輩方には大爆笑されました。なんか小さい痛みだよね。なんかでもね、なんかありがちな痛みだよね。この方は男性なの？それは思ったよ。男性なのか女性なのか。でも女性をが乳首強打してこうずっとさすり続けはしないよね、うん、いや痛いです痛いですって、男性かな、男性じゃないの、男性が、うん、だと思いますけどね、見てください、あの客席を、うん、あ、女性ばっかりですよね、はい、今まであのこういうメールをくれたのも、うん、男性は一人もいないんです、うん、こう乳首の話だけ男性がわざわざ送ってきますかそうか、これ女性じゃないかなと推測してるんだけど、いやいやだけどいやいやめちゃくちゃ面白い人だねそしたら、乳首を数分間さすり続ける女性、うん、で大丈夫ですかこれ、大爆笑されてるわけ、先輩方が大爆笑するってことはいる前で、うん、ってやってたってことでしょ、さすがに日本はやめなんじゃない、相当面白いけどで、ね、そういうキャラクターの人でそういう職場なのか、うん、それとかね、職場の方がみんな同じ女性だったらさ、あ、乳首ぐらいさすりますよ、そうか、そうか、わかんないけど乳首ぐらいさすりますよって、さすりますよ、わからんけど、いや、だから女子校的な感じだったから、あ、そうね、そうね、うん、うん、ってことなんじゃない、あるのかもしれないね、それは大爆笑するわっていう話ですよね、面白い、短いけど、いや、めちゃくちゃ面白い、しょっぱな、いい痛い話じゃないの、つかみとしてはもう最高に面白い、無事でよかったっす ね、うん、ね、本当ね、いや、無事だったかどうかわからないよ、いや、無事でしたかって、いや、ほら、無事でしたかって一応書いてあるんですよ、その時はね、それ取れたりはしなかった取れたまに取れたりするかもえ、たまに取れる拾ってつけちゃったりなんかしてそうそうたまに取れることあるの、石だったりうるせえよ、早く次早く行ってくれ、本当にうるせえ入ったなおいぐいぐい来るよ、来るよな最近、こんだけいただいてますから ね、 もううるせえだよ、大先輩にうるせえ先行くうるせえ素晴らしいね、うるせえ来ましたね、うん、次行こう、はい、行こう、はいはい、あ、じゃあちょっとこれ本当に一回本当に痛いの入れますか、いや乳首だと本当に痛かったまあ嘘じゃないよね、嘘じゃないから、嘘ではないんだけど、ね、はい、じゃあこれゆうすけちょっと、あ、はい、お願いします、はい、うん、こんにちは、こんにちは、怪我をして痛い思いをした話です、はい、中学生の頃バレーボール部に所属していました、練習試合でチームメイトが弾いたボールを追いかけて回転レシーブをしました、はい、ボールは取れなかったのですが滑った時の勢いが止まらずそのまま壁に激突しました、
その勢いで回転して首が変な方向に曲がってしまいました。病院での診断は捻挫でしたが、完治に1ヶ月はかかると言われましたが、1週間で治りましたと、うん、自分は怪我の治りが早いのかと思った痛い話です。お、あ、治ったのね、1週間で治りました。まあ1ヶ月はかかると言われたそうなんですが、1週間で捻挫が治ったと。首の捻挫って、でも首の捻挫って、ね、どういうことなんだろう。だから壁にそのまま回転レシーブでぶつかってガーンとなるでしょ。そうです、壁に首がぶつかったってことですか。そうなんです。いや、そうじゃない、ぐるぐるって滑っててゴーンっていっちゃったんでしょ、うん、で、うって なったでしょなったでしょ、なったでしょ、なったでしょ、なったでしょ。そんで書いてあるから、どうかなっていう。首の捻挫ってある、なんてこと。いや、ないね。寝違えたの激しいやつでしょ。多分そういうことだと思うんですよね。いや、首危ないよ。危ないっすよね、これはちょっと。あの、バレー部の元首相としてはどうですか。僕ね、高校バレー部のキャプテンだったんですよ、うんうん、あ、これ知らない人多いんじゃないですか。かも、そうかもしれない。いや、バレー、そうそう、あの一個、俺何個か痛い話持ってきたんだけど、うんうんうん、これ体育館の話でしょ、うん、もう中学生かな、小学生かな、あの、半袖だったのね、うん、うん、何を思ったのか、あの滑ってどれだけ滑るのかっていうのをやる、たたたたさーっていうの。アホだわ。そしたら、あの、新しい体育館だったのね、床が結構ピカピカなんですよ、うん、で、半袖だったの。半袖だったからね、いやーって言ったら、キュッキュッって、ここの腕の皮が両腕ってベロ向けですよ。まあそうなりますよ、止まっちゃったんだ。えぐいよ、ここ、このまま行ったからね。で、トトトってあーって見たら全部剥がれてやんの。うわ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 、痛い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 、ま、なかなかでしょ。それなかなか痛い。うん、しばらく多分ね、このまま過ごしてたと思う、ずっとね。どうしようもできないもんね。それ俺知らないな。そうか。いつの話だろうな、じゃあ。そうか、もうおかしいな。おかしいな。でも高校の話だったら知らないね。もう大学で別の町行ってるからね、あなた。別の町ね、うん、でも高校生でそれやってたらバカでしょ。バカでしょ。だからね、俺はね、やっちゃう、痛いやつなんだって。やっちゃってたのかな。うん、やってたかもしんない。どうよ、痛い話。ちょっと痛い話、ちょっとずつ入れていこう。痛いの、うん、痛いの。じゃあね、俺小学校の時に3年生ぐらいかな、自転車に乗って家に帰ってたんですよ。ちょっと狭い近道をしようと思って、狭い、ちょっと想像してくださいよ皆さんね、こう、なんだろうな、裏道みたいな、側溝の溝に蓋がしてあるところの、本当一人チャリが一人通れるか通れないかぐらいのところを、でこっちはコンクリの壁なんです。こっちがあの、もう緑が茂ってる。でそれをチャリでバーって急いで帰ってて、こうで、サンダル、今でいうサンダル、昔草履って言ってましたけどね。でこうチャリを漕いでた、こっち側の壁に、この勢いで壁にガリって、こっちの足の小指、うん、ガリってやっちゃったの。ちょっとフラッとしたんでしょうね。フラッとしてガリってなって、でも瞬時に思ったのは、いやもう絶対これはすりむいてしまって、風呂入るときしみるわって、うん、そういう痛さあるじゃないですか、うん、そう思ってパッて指を見たら、足の小指がね、こっち側に横に90度に曲がってたの。わかる、こういう状態。ね、こうなってたの。ちょっと皆さん大丈夫ですか、ま、真横に曲がってたの。今日ついてこれますか。ガリッっていったのが、ガリッっていってすりむいたなと思って見たら、横にこう90度に曲がってるのに。すりむいてる人振り向いちゃったの。でも小学校3年生ぐらいの僕はちょっとあんまり理解できてなくて、痛くないの、うん、その時は痛くなくて、痛い話なのに痛くなくて、なんだろうこれ、理解できなくて、もうすぐ家に帰って母ちゃんに、これなんか指がこん、ま、こんな風に曲がっとるんやけど、あの、これなんやろって母ちゃんに聞いたら、母ちゃんは見て、あー、捻挫やろって出た、今日2発目の捻挫。捻挫やろ、絶対に捻挫やろって言われて、あ、そっか、捻挫かっつって、まあ、でもあんま痛くないしなっつって、そのまま、まあ、学校終わって帰ったら、まあ、3時とかですよね、うんうん、だから、まあ、夕方6時ぐらいまで普通に何にもせずに、痛くもないから、うん、過ごしてて、
父ちゃん帰ってきて仕事から、父ちゃんに見て見てなんかこんなになって捻挫したんやけどってすぐ医者行ってこいってまあ完璧に折れてましたね、ま、二つ目というか真横に。で、ちゃん病院行って、まあ、引っ張って戻すわけですよ、そのこうなったの。折れてるんだよね。折れてたの。でも痛くな、な麻痺してんのか何なのか。引っ張って戻すんだ。ギュッて、ギュッて引っ張って、グッて元の状態に、うん、そこからが痛かった。いや、そうですね。戻してからが。いやいやいや、もうね、でもやっぱり一番すごいのはうちの母ちゃんでしょうね。いや、捻挫やろ、捻挫やろ、捻挫やろっつって。母強しっす。母強しでしたね。すごっ。いや、それは、まあ、見た目に痛かったですね。いや、痛いよね。怪我はね、男の子いっぱいしますからね。お、それ振ってきましたね。いやいや、まあまあまあ。怖い具合に入ってこようとしましたね。いやいや、はい。さぞや、いい話があるんでしょうな。いい話なのかな、これは。はい。聞いてみましょう。まあでもこれは僕聞きますか。どうしますか。どうします。取っときます。聞きますか。いや、うん、ちょっと1個間に挟もうか。挟みましょう。ね、それだけ面白い、うん、そうな話であれば。どんどんハードル上がってる。、うん、はい、じゃあこれお願いします。はい。痛い話。イクタフィーさん。中学時代ソフトボールをやっていて、はい、部活でバント練習中にバットと、はい、左手の間にボールが通り、バットと左手の間にボールが通りって書いてあるんです。最初は痛くなかったのですが、血がじわじわと出てきて、痛みも出てきて、水で洗ったら切れていて5針縫いました。縫い跡はまだ残っていますが、今は自由に動きます。左手とバットと左手の間にボールがかすったってことですか。そうは、ボールが通ったってことだよ、ボーンって。うん、だから気づかなかったってことでしょ、最初は。そんなに痛くなかったけども、うん、で見たらもうガハリ縫う怪我でした。ガハリガハリって言いました。今いましたよね。知りませんか。その強調するときに語がガハリっていう。ガファリですよ。いや、語がじゃなくて、うん、強調されたのはファリの方です。ガファリガファリガファリですか。語がガになって、針がファリになる。ガファリです。ガファリです。ガファリに言われた。バファリンを飲みたくなるぐらい痛い。痛いのよ、ガファリ。ガファリ、ガファリ。まとめたつもりか。それ、5針の時しか使えないよ。痛い。いやいや、やっぱスポーツやってると痛いものがつきものですよ。痛いことあるよね、しょうがないよ、これはね。ゆうすけ、ゆうすけ、はい、はい、これ、まあ兄貴の話なんですけど。ほらもう見て、ここで面白いでしょ。お前じゃねえのか。ここで面白い。面白いでしょ、だって。もう、もう今ピークや。もう、もう今のピークじゃないの。もう今ピークですから、もうこれは本当痛い、痛い話ですよ、本当に。はい。でまあ家の、まあ、昔家の隣にあの原っぱがあって、もう今はそれなくなっちゃって、あのマンションとか建っちゃったんですけど、うん、よくそこで遊んでたんですよ、兄弟で、うん、でその原っぱが結構その道路に向かって坂になってて、で、まあ、そこを通り抜けて、まあ、学校行くとかいろいろ抜け道として使ってた、まあ、原っぱがあって、うん、でちっちゃい時に草剃りをしようと思って、うちにあの剃りがあったんで草剃りをみんなでしてて、うん、でまあ坂になってるから滑るじゃないですか、うん、そしたら有刺鉄線がですね、こっから行っちゃダメですよっていう有刺鉄線があって、うん、兄貴勢い余ってそこに突っ込んだら、うん、ちょうどそれがこう首に、え、首にこう、うん、うん、うんってなって、うんうん、でたまたまその針、うん、こう出てるとこじゃないとこが、うん、ここに間だったからよかったんですけど、うん、でもグーンってなったんすよ、うんうん、グーンってなったグーンってこうグーンってなったんだ、うん、で、それで泣いてグーンドーンってなったんだ。あげます、あげますもん、それそれあげますくれますあげます。あの、針じゃないところ、針じゃないところが、そう、針がここら辺にあって、そこじゃないところにグーン、グーンってなって2回になった、うん、あげます、どうぞ。いや、ほら帰ってきて、はい、うん、で、ここにもう跡がぐいっと残ったっていう話です。危ないね、リアル大仁田敦になるところ。あ、そうそうです、そうです、本当に、
だから本当にそれが針じゃない、ないとこで良かったです。刺さりはしなかった。刺さりはしなかったです。見てたの、そのグーンを見てたの。グーンは見てなかったっす。言いたいだけやろ。いや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 、いやどれだけグーングーンがすごかったのかなっていう。それさ、うん、あのさ、エアドゥに乗るときに言ってることでしょ。この人ね、あの飛行機エアドゥに乗るときに必ず言うんですよ。うんうん、それちょっと言って。エアドゥーン。やばい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 。ほらもう使いすぎたからこんななったじゃないですか。いやこれね、何回かやっていくとずっとね、絶対面白くなるから、うん、俺一人でやってたじゃない、ずっと、うん、エアドゥーンずっとエアドゥーン。そしたら何発目かにスチュワーデスさんに、ああの遠慮くら遠慮くら注意されてやるの。その時にちょっとあのビデオカメラを自撮りしてて、エアドゥーンエアドゥーン、あカメラご遠慮くださいあ、すいませんまで入ってたってあの、劇団に一番痛い人がいたね。痛い人がいた。痛い人があったやん。痛い痛い。何の話でしたっけ。うん、そのグーン、グーンの話です。グーンの話です。兄貴の首がドゥーンってなった話です。はい、で飛行機でドゥーンエアドゥーンした話です。ドゥーンってなった話。以上でした。はいはいはい。いやちょっと、いやもう熱い。これ面白いな、今日ついてこれてますか皆さん、ほんとに。あれ、でお兄ちゃん痛い話すんのしようか、うん、しようか。あれだね、やっぱね。どれだね、どれだろう。もう5年前ですかね。5年前、うん、はい、交通事故。あそうか、交通事故にあった話です。あまあね、ちょいちょい話してますけど、うん、まあバイクで移動中ですね、渋滞してた道を避けるために脇道に入ったんですよ。で脇道を抜けて、で次の道路を渡ろうとした時に、渡ろうとした瞬間に軽自動車がこう来て、ここにぶつかったんですよ。ドゥーンってぶつかった。ドゥーン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 ってぶつかったの。どっちじゃないかなんですよ。こっちから、こっちから。そうそう、俺はこうバイク運転してて、うん、こっちから来た軽自動車がドゥーン。なんやん。痛い話にならないよ、うん、全部いけるぞドゥーンで、ドゥーンで今日の話はあ、で、その時に、うん、ま、80ぐらいのおじいちゃんなんですよ、運転してたのが。牛乳屋さんだった。牛乳屋さん、早朝だったから、ね、はいはいはい。その、当たる瞬間にそのじいちゃんがあーっていう顔をしてたの。運転席で。そう、もうその顔がいや、この顔じゃねえ。この顔がでも、まあ、覚えててその瞬間からバーンって当たって転がって、うん、パッと起きるまでがまあ覚えてないんだけど、記憶はない、記憶はない。ないんだ。ただね、こう当たる瞬間、うわーって驚いてる顔を見て、一瞬ね、飛ぼうとしたので、こっちにこう、なれば逃げようとしたんですけどね。大丈夫だ。要はあれだね、ボクサーがパンチ受けるときに自ら顔を反らして、そうそうそう、衝撃を減らすかのようにやろうとしたんだけど、バイクで飛ぼうと一瞬ね。バカじゃないの。でも多分そうやるんでしょうね、とっさだったら。だから避けようとしたのかもしれない、うんうん、もしかしたら、うんうん、無意識で、うんうん、本能で。まあでも結果対向車線側に転がって起き上がったんですよ、うん、はい、では事故ったと思って、はい、でパッて足見たら、まあ足がこれが足だとしたら、ここから皆さんなんかマイクが必要になるよね、さっきからね。そうだね、うん、両手使わないといけないね。ここから足が曲がってまして、うん、こっち側に、だからすねらへんから、そう、っていうことですね。要はヒロの小指と反対側に曲がってたってことですね。うん、内側に足首とこの膝の間の骨が、前にからもう一個関節ができてた。内側にか。で、ここの関節ができてた、もう一個。その時はね、三節根みたいになった。三節根言って分かる人いるのかよ。詳しくは勝利中見てください。こっから折れ曲がって、うん、ここを支えてる2本の骨がキッて出てた。うわうわうわ、ドゥーンと出てた。あ、出た出た。でもね、ドゥーンっていうかね、すげえもう超尖ってたから。うわ、鋭利な。
あ、俺先端恐怖症だから見れない。まあ、そんな余裕じゃなくても見れないよ。うん、でもそう、あーもうダメだ、うん。マイクいつまで僕も。そう。まあね、そっから、うん、まだね、痛くないんですよ。その時は。この時痛くないんですよ。で、まあ仕事もあったので、仕事の事務所にも連絡しなきゃいけなかったんで、うんうん、これは仕事できねえぞと、うん、足こんなとこから関節三節痕になってる、うん、関節三節痕とにかく連絡しなきゃと思って、うん、カバンの中に携帯が入ってるのでカバン探した、うん、あっちの方に飛んでたの、うん、でそこに立ってたおっさんに、うん、おじさんカバン取ってくださいっつって野獣はね、うんうん、おこれかっつって取ってもらって、うんうん、でチャック開けて、うん、携帯出してすいません、うん、事故りました、うん、今日仕事行けませんっつって、うん、電話切って携帯をカバンにしまってチャックを閉めた瞬間に痛みがブワーって、そういうもんなんだ、そういうもん、そこまではだからもう仕事行けないっていう必死さで痛みが全然感じない、わかんないんだ。でそこから救急車で錦糸町の木頭病院っていうところに運ばれまして、はいはいはい、でねさっきのです話ですよ、うんうん、ギュッて引っ張って、うん、ギューだったかな、あ、違うね、うん、なんだ、どういう風に引っ張るんだっけ、ドゥーン小さかったな、ちょっと弱いな、ちっちゃいな、うん、いろいろ使い分けがありますんで、ありますんで、それは、はい、うん、ドゥーンって、まあ、引っ張って、このね、足も、うん、折れてるから、うん、ギュッてちょっと縮まっちゃうわけ、うんうんうん、皮膚が引っ張るからって、うん、それをね、伸ばしてあげなきゃいけないの、うんうんうん、で、こう曲がってるじゃん、うん、それをギューって伸ばして、うん、で、固定すんの、うん、この伸ばした状態で、はいはいはい、変な風にくっついちゃうと困る、まあ、今こうやって伸ばした後にパンって離したからピュンって戻るのかと思った今そのつもりで離したでしょ今違うのね、キュッてなんだよ、うん、そうそうそう、うん、で、これが、うん、いや、今まで人生で28年生きてきた中でちょっと待ってください、ん28、そうだったね、うっかりしてた、これ突っ込むところですよ、うっかりしてた、普通にもう痛い方、そっちの方が強すぎて、28年生きてきた中でいやボケやっちゅうどうしたの28年か中でどれぐらいだったのその、まあ、経験したことのない痛みですよもうどうでもよくなっちゃったどうでもよくなっちゃってもえ、それ麻酔なしですか、そこは麻酔なし、麻酔なし、うん、先生はさ行くよとか言うわけ、言う痛いよって、うん、痛いよって、すごい痛いよって言われて、あでもここだけは我慢してって言われて、うで、まあ40歳超えてたんですけど、うん、いや28歳じゃないあれ28歳じゃなかったさらっとやめろ、うん、大絶叫した、うん、病院で集中治療室じゃないな、うん、救急の、ね、病棟みたいなのじゃ、うん、運ばれて、うん、とりあえずのとこちょっと詳しいとこは言うことだ、そこで響き渡るほどの大声を本当にギャーって言った、うわギャーって言うんだな、すごいね、あー怖い、あれがもう人生で一番痛かったです、はい痛い、はい、いやちょっとリアルだったね、ちょっとちょっと笑いじゃなかったね、笑いじゃなかったね、一番いじってたのあなたですけどね痛いわ、はい、はい、30分ちょっと呼びますか、はい、今日はせっかく、あ、そうですね、そうですね、はい、じゃ珍しいゲストが今日は来ているので、はい、はい、呼びたいと思います、はい、はい、じゃあどうぞどうぞどうぞ、いらっしゃいませ、はいどうもどうもビールください、ビールくださいなんだ、はい、早速ね、来るなりなんだよ、ビールもらいに来ました、喉乾いたね、はいはいはい、あ、どうもすいません、本当に、はい、はい、あ、どうもどうも、あ、入れるもん、あ、もう、ありがとうございます、はい、はい、偉人舞台ではおなじみの、はい、山本真理さんです、お、どうもこんばんは、ありがとうございます、ありがとうございます、うん、今日はどういうあれですか、うん、どういうあれですか、どういうつもりで来やがったんだみたいな感じに取れるよそれどういうあれですか、はい、どういうあれですかね、まあね、今日はあの、うん、打ち合わせがあったんです、そうなんですね、はい、劇団の、はい、秋の公演の打ち合わせが、そうですね、日程も決まりましたので、おお、まあ、後で発表しますけど、おお、はい、その打ち合わせで、はいはい、集まってたんで、集まってたんで、はいはい、でじゃあ出るかと、うん、いうことで出てもらいました、こんな格好で来ちゃったの、出るつもりなかったんですね、うん、もっといい格好してくればよかった、あ、そうそうそう、いい格好って
はい、乾杯。乾杯。乾杯。乾杯です。飲み物なくなっちゃったんですよね。大丈夫。いいんだよ。おかわりしてもいいんだよ。うん、そうだよ。飲みかけのお茶なら。いやいや、飲みかけあげんのかよ。お金は払ってね。で、今まであの痛い話聞いてたと思うんですけど。うん、飲むね。飲むね。飲むね。はい。喉乾いちゃった。うん。うん、なんかありますか周りに。でもいい自分の痛い話、周りの痛い話、周りの痛いやつどうぞどうぞ。いや痛い話は本当に吐いて捨てるほどあるんですけど、うん、まあ、前回もね印象的なやつを、いや前回の公演でも痛いがいっぱいあったんですけど、本番中じゃなくて、あ、違うね、稽古中にアクションで骨折してひび入ったり、それを知らないで続けていたりね、あと顎に回し蹴りが入ったりとか、うん、あれもあったよね気づかないのに折れて足が折れていった、あ、そうそう、親指の足が痛くて病院に行ってレントゲンを取ってもらったら、なんかそこじゃない親指の骨が割れてるよって割れてた、うん、でもどうしようもないからこれはそのまんまでって言われたりとか、割れっぱなし、割れっぱなし、今も割れてる、うん、そう、今も割れてる、そこはだからもうずっと割れてるんだ、それもそれはさ、でもくっつかない、つかないってことでしょ、割れて、割れっぱなしってことは、なんかもう多分個別、個別、何個別個別になって割れた、まあまあ割れた人たちが、うん、人じゃねえけど割れたのが、うんうん、もう多分それぞれで独立しちゃったんだね、そうそうそう、独立しちゃったんだと思うんですよね、多分、あ、ネズミみたいなことね、増えてくの指6本になっちゃってるんじゃないあのこネズミ子みたいなこと、違う違う違う、のそんな深い話じゃないの骨折して、うん、ネズミ離れちゃってってやつでね、何何あれ野球の話ですよ、あ、ネズミ、あ、そういうことね、肘のね、うん、そうそうそう、はいはいはい、みたいなことじゃないの、軟骨が、いや、わからない、分離しちゃってるみたいなね、うん、あ、いや、ごめんなさい、まあ、野球の話は言えませんでした、まあまあまあ、うん、のもあり、うん、あ、でも痛いのは本当に、うん、本当にいっぱいあるんですけど、うん、なんかスキーをに行って、はい、まあ結構調子よく滑ってて、で、新雪に入った時になんか、うん、すごいスピードついてると新雪入るとギュッてなるんですよ、やったことある人は分かると思うんですけど、で、勢いよく入ってったのギュッて止まったら板が外れて、うん、ボーンって転んで、そのちょっとしてからゴスって何かが首に刺さったんですよ、で、うわ刺されたと思って、うんうん、急にね、急に通り魔そう、雪山でと思ってしばらく起き上がれなくて、うん、で、うーって起きたらここに自分の外れた板が転がってて、うん、はい、で、どうやらどうなったかわかんないけど外れて、多分くるくるくるゴンみたいな、うわーで、首に刺さって、そっからもう動かなくなっちゃって、口も開かなくなって、ほんと顔より首が腫れた、顔より首が腫れた、腫れた、首が太くなったの、うるせえな見ながら言ったね、うんうん、いや、来るかなとは思ったけどさ首に早かったね、顔より首がって言った時点で、うん、あー、来そうだなと思ったけど、うん、うるせえな今日流行りだね、うるせえなうるせえな、そう、もうちょっと、もうちょっと腫れました、いや、びっくりするんじゃねえよ、ね、どんだけ太いんだよねとか、まあ、いっぱいやりますけど、やだね、やっぱ痛いのやだね、そうなんですよね、ってなる、俺もう一個いい？二つぐらい連発入れてい い？いや、連発で痛い、いいよ、まずサクッと一発目ね、はい、小学校の頃鉄棒あるでしょ、うん、鉄棒が低いのから中ぐらいポンポンってなんか並んでるでしょ、はいはい、その上乗るじゃない、乗るじゃない、平行棒みたくこうするじゃない、はい、もう、うんうんうん、しないよって、うん、しないって言ってるから、するでしょ、普通平行棒じゃなくて平均台ね、平行棒はちょっと平行棒は違うからね、多分何キロか先に別の小学校の平行で存在してるかもしれない、いや、いいからそういうのは分かりづらいからそういうことは平均台のようにみんな苦笑いじゃない平均台のように乗ってるでしょ、うんうん、乗るでしょ皆さん、うん、まあ足滑らしてそのまま落ちてここにドーンとかよくやるよね、うん、その時にまあ運よくそのボールがうまくこうボーカル避けてくれたからちょうど僕は今こうしてここにいますそれ1個目まだあるのよ、あのさ昔あの鰹節
うわーこれダメだもう。カツオ節 の、 あの皆さん多分知らないかな、あのカツオ節の硬いやつあるでしょ、うん、カツオをあの乾燥させて、今の家庭ではあんまりないかもしれないけど、うん、削り節がそのままになってるのを皆さん使ってると思うけど、昔はあのカツオ節をね自分で削ってたんですよ、うん、で何で削るのかっていうと、その大工道具のカンナあるでしょ、カンナが反対になってて刃が上に出てて、下にそのそれをカンナの削ったものを受ける木箱みたいなのがついてて、要はその上で要はこのカツオ節をシャコンシャコンシャコンって削って削り節を作るっていう、そういうのをよくやってたんですよ。でまあね、小学生の頃ね、お前削っといてっつってレイちゃんがばあちゃんから頼まれるわけですぶっこんできたら、ね、やるよみたいな、シャコンシャコンシャコンってやっぱ気持ちいいんだあれ、あまた綺麗にサンサンサンっていくからさ、あまりに調子に乗っちゃってサンサン、あの音はサンサンなのよ、爽やかサンキサンサンサンみたいなそう、あまり引っかかりのない音ね、サン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 なんですよ、サンサンサンチュチュチュみたいな、ちょ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 のとこはビチュビチュブっていう時に、まあちょっと親指がそのカツオ節より下に出ちゃってたんだろうね、それがジュブジュブってめり込んで離したら、この親指のもうこれぐらいまで削り節のそのカツ、あの削ったカンナの刃が入ってて、下に親指のちょっとはん、うん、えぐられた肉がベローンってなってるみたいな、いいです、もう小学生ながらはぁーってなったよねあれね、一番痛いかもそれ、でも人生の中でちょっと本当にもう勘弁してぐらいな痛い出来事だったかも、そういう小さいやつをさ連発していこうよ、連発、似たの言ってもいい、似たの言ってごらんよ、似たの言ってもいい、あのね、厨房に勤めてたんですよ、間違えた、厨房に勤めてた居酒屋に勤めてたんですよそうですね、で、厨房で、料理を作ってたんです、あの20代の、ね、中盤から、で、初めて包丁を渡されて、で、これをやっとけと、で、大根のかつらむきってわかりますか、大根の皮をね、こう剥いていくんだけど、あのね、包丁すげー研いでるからすげえ切れるわけ、鋭い、あれほんとねスンスンスンって、これはスン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 って切れるわけ、スンなんだ、サンじゃないの、サンじゃないね、あれだからそれね、俺もね調子こいてやってたわけ、はいはい、でもね経験ないわけじゃん、そんな長く勤めてないから、へ、うまいわけないじゃん、でも切れる包丁と下手なやつがやるとすげえ調子よくいってたと思ったら、ここのね親指の爪と肉の間までスンソンソンソって入ったのソって入った瞬間に全身の力抜けて包丁と大根ハーンって音がそのまま切りました切りました、わかるわかる、切りました、はい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 ってなるんだよね、はい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 ってなるよね、まあ、ベテランのあの先輩の厨房の板さんが、あ、来た、あ、来た、あ、やったか、あ、そ、こ、そんな感じなんだ、そうやって上手くなるんだよ、あーみたいな、もう慣れっこでももうそのままのもう繊維喪失ですよ、完全にうわー、で、まあここはテープで、絆創膏でガチガチにして、まあまあね、つく、つくね、まあそれで帰れとはならないので、まあ働き、働いた、働きましたよ、病院にも行かず、病院にも行かず、そのままですよ、だからだから、いや、くっついた、くっついたなんだろうね、指ってさ、えぐるよね、えぐる、勝ったね、勝ったね、あの舞台で、舞台公演終わった後に後片付けすでバラしって言って立て込みしたものを全部バラして、で、その日のうちは夜だからとりあえずトラックに全部積んで、次の日みんなでさらにそれを細かいゴミにするっていう作業があるんですよ、で、ベニヤがあるのね、薄平たい木のベニヤ板があるんだけども、それもゴミにしなきゃいけないってことで、あの小さく細かくするんですよ、で、ベニヤってすごい薄いからカッターでスッと一回線を入れちゃうとパキンって割れるんですよ、うん、で、それをね、調子よくね
シャー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 ってそれはシャーなんだねシャーシャーシャーって切ってたらここに手当てながらやっぱり切るからさ、うん、ちょっとマイク持っててくれる、うんうん、シャー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 って切ってそしたらこの指のここをシャーシャースパーンって切ってあーって言って血がペペペペって飛んで肉片がパーンって飛んでやった心臓より高いところに上げて俺が一番だ俺やったやった俺が一番だ甲子園で優勝したみたいになっちゃったこのまま心臓から上にダーッやったやつこのまま病院行きましたこのまま覚えてるでしょ覚えてる阿佐ヶ谷でねやってたんだよえその肉片は持って行きましたか肉片はもうどっか行っちゃったよねもうしつけなかったんだでもその肉片って生えてきましたよね、うん、ああそういうことねそう未だにやっぱりその肉切った跡がこうやってやったらちょっとわかるよねでも膨らんでくるよね再生してんでもあの再生するやつを貼ったじゃんそうそうそう、 そういうテープそう、うん、そういうテープ、うん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 、貼ってたら肉が再生して盛り上がってくるっていうテープがあってそれは海藻成分でできてるんだけど、はい、それをやるとえぐられたところがちゃんと戻って再生して今歯がここにガツンと当たったけどねこれもちょっと小さい痛い話かな小さい痛いということでちょっと痛いといえば、はい、痛いといえばちょっと痛いやつが来ました痛いやつがやってきたようです、うん、はいおいでもう痛いぞちょっとやめてもう痛いあのそっち回っといてそこねカメラだからねカメラの前だからそこもうこっちに入ってこいこっちだよこっちから入ってこいってもうこれ動いたよ動いたよもうああそれ倒れるよ早速ポンコツぶりをさもうはいどうするどこに入るこのこの間にさちょっと入っておいでよ間に立ってうん立っててあーちょうどいい顔が切れててうん切れてじゃあしゃがんで、うん、はい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 ちょっと紹介してあげて、はい、一応あどうもこんばんははい、デラックスマンに出演しましたあのポンコツくんですポンコツくんどうも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 あのあそこカメラだからねああどうもどうも名乗ってください畑中達也ですよろしくお願いします、ね、よろしくお願いしますね皆さんの前に現れるのは久しぶりですねいやまあそうですね、はい、確かにデラックスマンの、うん、あのイベント以来だね、うん、そうですねちょっと人いっぱいだからちょっと俺一瞬出るかな一瞬出るかな一瞬出るかな あいいんですかもう休むから休むのありなの初めてどういうこと休むシステムあるんですよね自分たちの番組で休むからすごいね生放送中に休むからさすが演出家ですそんなシステムが自由がすごいわ24時間テレビでもないのにびっくりした1時間番組なのに休むここの席に座ったからにはねあもちろん任せてください、はい、もうレイさんの代わりですから私おはい代わりになるのもしいやもうねもうそれ頑張りますまあじゃあ挨拶代わりにちょっと一つ、はい、あの面白い話をね、はい、今日は用意してきてもらってるみたいなんで、あ僕ですか？はい、いや僕さっきあの本当にずっと考えてたんですけど、うん、いやなんかあの痛い話ってことで、痛い話ってことで、はい、こう肉片がね、うん、こうやってシャン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 言って、うんうん、僕ですか痛いの？僕みたいな、うん、で、あのね、うん、ノープラン、ノープラン、得意のノープラン、勢いだけで乗り切ろうとしましたが、ノープランで参りました。ノープランで参りました痛い話え、生ですかこれ当たり前だろ生当たり前だろ生でノープランで参りましたさすがだねいや皆さんねお別れの通りは痛いですよポンコツくんなんすよ、ね、みんなの期待通りだったねテンプレート通りのえあれ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 何を言ってもあれ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 すごいなあれあれあれなんか止まりますねなんかね腕上げたなどうしたすごい腕上がってますもん、はい、すみません楽屋でこんなんですからねマジで皆さん本当に本当にすごいんですよ面白いですね笑っちゃうだんだんね面白くなくなっていくんだよねいやダメでしょだんだんイライラしてくるイライラしてくるいやそある面白いとこを通り過ぎる途中イライラし始めるいやいやそうそうそういや程よい距離感でね保ってますだから最初ね、はい、結構好きだったんだけど最後にはね大嫌いなんでやんなんでやんなんで読んでほんならなんで読んでほんなら
急に関西人出してきましたね。関西人出してきたね。読んでもらいますね。もうね、久しぶりに会ったもんだからスキンシップがすごい、うん、すぐにもう子犬かお前詰めていこう、うん、あ、ヒラさんどうもどうも、あ、どうもお久しぶりです。どうもどうも、すいませんね。はい、はい、畑中達也くんです、はい、うん、ね、まあ、あの、はいはい、達也ね、あの、どうせ大した話もないんで、いや、じゃあ、じゃあ、じゃあ、チャンス、実はね、なんかあんの？痛い話やっていうけど聞いてね、うん、あの、一つあったわ、思って、お、あの、え、本当に痛いやつでいいんですよね。痛いやつ、うん、いや、あの、僕、本当昔なんですけど、うん、あの、喫茶店でバイトしてたんですよ、うん、大阪で、うん、で、なんかキッチンもね、ちょっとやらなあかんみたいな感じになってまして、うん、で、まあ、あんまり僕包丁とか握ったことないんですけど、うん、ちょっとやらなあかんということで、まあまあ見てたら簡単そうやしできるやろ思ってやっとったんですよ、うん、で1個にこう、うん、うまいこと切れて、うん、ああ、ええやんええやんみたいな、ええやんええやん、踏んでやってて、うん、あ、まあ、5個ぐらいバーッ切っておって、うん、よしよしパンパンパン切っとったら、ね、うん、指のね、静脈切ったんですよ、うん、なんてなんて、いや、指の静脈切ったんですよ。まず、何を切ってたの？え、パンス、パンね、パン、パン、パン、そんな先々、パンを、それ言ってくれないとさ、このほら、絵のイメージもさ、あれ、うん、今もう僕の中でパンはもう、いやいや、お前の頭の中ではできてたからね、ここにもずっとパンはありますよね。まあ、パン切って静脈切るっていうね、パン切って静脈切るとい、はい、うん、はい、痛いでしょ、シャンシャンシャンならんですね、うん、シャンシャンシャン、うん、これ、で指こう、指こうやって、畑中達也さんでした、ありがとうございました。甲子園球児みたいなやつ、なんかみんなでこうやるやつないないですか。あ、もうここ二人で座ってよね、うん、頑張った、お前お前頑張ったよ、慰めに入りました、よくやった、いきなりだな、それは大変だよな、うん、あ、もう静脈が聞こえなかったんじゃ話にならないね、本当だよ、うん、何を切ったんだってっていう聞き返すっていうさ、全然あのね、マイクが入ってないと全然音に乗ってないからちょっと急いで来て、うん、ちょっともうバーバーバーなったいう感じです、はい、うん、はい、ズルズルになってしまったねまだちょっといくつかちょっと紹介してないのが、はい、ね、ちょっとなんかせっかくいただいたので、うん、ちょっと紹介しましょう。そうですね、じゃあ本当に、じゃあこれはさっきのあれにいい感じで いけるので、これちょっとお願いします。いい感じでいける、はい、うん、読めばわかります、これ、はい、これありますからお願いしますよ、お願いしますよ、わかりました、はい、はい、こんばんは、上昇気流、いつも楽しませていただいております、ありがとうございます。はい、じゃあ私が幼稚園の頃の話です。はい、当時我が家は父の仕事の都合で海外に住んでおり、はい、家にはかなり広い庭がありました、うん、はい、ある日自転車に乗った私を妹が走って追いかけるという遊びをしていた私たち姉妹、はい、広い庭の中をぐる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 何度も後ろを振り返りながら大はしゃぎで自転車を漕ぎます、はい、しかし追いかけっこに夢中で前方をよく見ていなかった私は、うん、猛スピードで鉄の柵に激突、うん、結果私の眉間はパックリと割れて大出血、うん、ガファリヌー大惨事ガファリね、ありがとうございます、ありがとうございます、さっきのね、さっきの話を聞いた後に送ってきたんではなかろうかっていうぐらいな素晴らしいガファリも塗ったんですよ大人になった今でも眉間に傷跡が残っています。小さい頃の出来事なのでほとんど記憶はありませんが相当痛かったと思います、うん、ちなみにその後母からよく大きくなってお化粧をするようになったら傷跡は隠せるからねと言われて育った私ですが、はい、実際に大人になってから母にその話をすると、うん、はそんなの隠せるわけないでしょと冷たく切り捨てられ、うん、その無慈悲さに古傷が傷んだのでした。うまいね、あ、うまい、うまいね素晴らしい、うん、ありがとうございました、はい、ありがとうございますね、ガファリン塗って、ガファリン塗って、バファリン飲んでくださいねっていう、はい、うるせえなうるせえ なその後シーンとなってくれて OK なんだよ。そう、うん、なんかちょっと勉強しような、いろいろとなすいません、芝居とか知らないやつなんでごめんなさい、すいません、本当になんだろうね、みんなガファリン、ガファリンはあるなんか一つのなんか基準なんですかね、なんですかね、ガファリーはね、ちょっとしたちょっとした傷よりはやっぱガファリーは、うん、ガファリー俺まだガファリー塗ったことないっすね。マジっすか、俺サンファリーしかないっす。サンファリー
サンファリンは使っちゃいけないんじゃないかな。サンファリンはちょっとサンファリンは違う。サンハリンなんじゃないかな、そこはやっぱ、うん、ガだからね。ガファリだよね。ガの部分がないじゃん。じゃあサンハリで、サンハリしか塗ったことないね。いろいろあるね、やっぱり。いろいろありますね、本当にみんなね。まだ他ありますか。痛い思いをしてきてますね、うん、痛い人みたいなさ、まあ、ここにその咲いてる人がいますけど、まあね、いるけど痛い人みたいなのってなんかそっちもね、あったよ、いました？今まで痛い人隣にいますけど、ここに、まあね、この人のね、ポンコツエピソードはもう皆さん知ってますからね、もう聞き飽きたぐらいね、もうあれですけども、ね、どれですけど皆さんがよくお分かりなんではないかとね、今見て一番近いところで言うとね、ライブの時ね、ポンコツライブの時ね、あーはーはー、あありますね、乗りすぎてキーボードを叩いてしまうガーンっつってひどいね、びっくりだよ、痛い、うわうわうわ、ね、あとね、みんなを盛り上げようと英語で言ってみんな笑わせてしまう、あれはちょっと、あれはちょっとな、あれなんて言ったんだっけ、いやあれはね、 Hey clap your hands なんすかそれ、痛いわ、かっこいい、かっこいいやつなのそれは、そうかっこいいつもりで言ったみたいなんだけど、いやそれは、まあ、なぜか爆笑をしてしまうっていうねいや普通そんな感じじゃないですか、そのライブってね、いや、えどんなライブ見てきたかったみんなっていうかね、達也のライブに来てた人たちがよっぽど、はいはい、優しい人たちなんじゃないの、本当ですか、いやでもね、なんかいい感じやったと思ったんですけど、ね、気持ちが盛り上がったんだよな、そうですよ、もうほらレイさんだけ、レイさんだけもでも気持ちは盛り上がったけど周りは見えなくなっちゃったでしょすぐそこだよね、視界がシャーンってなるんですよね、うん、シャーンってなったんだシャーンって今日なんかもう入ってきたじゃん、今一番の使いどころそこ、あ、いや、シャーン、え、はい、どうすんだこれ、違うの、ま、ね、あの十分痛いのが分かったところです、はい、もう残り時間も迫ってきてますから、そんな時間ですか、もうじゃ告知タイムに入ります、はいね、お、はいはい、ゆうすけ、あ、はい、ツイッターでもね、つぶやかせていただいてるんですけど、うん、来月7月の、24から、池袋の新生館シアターっていうところで、またいつもお世話になってる一人前企画さんというところで、舞台に出させていただきます。で、今回は3チームで、短いお話、まあ、1時間ぐらいのお話を3本やるってことなんで、まあ、僕が一番最初初日を迎えるのは26日なんですけど、始まるのは24日からなんで、ぜひお時間合えばよろしくお願いします。はい、はい、じゃあチェックしてみてください、お願いします。はい、あとですね、7月1日にアビコ線と劇団スワットの清水としちゃんで、はい、トークライブを毒舌ダンディボリューム1ということでね、毒舌ダンディ、はいはい、もう吐くよ、毒吐きまくるよあの人、ね、当日はね、配信ではないので、うん、もう会場にいたお客さんしかいないので、あーなるほどね、吐きまくりますよそれやばいですねはい、ここです、うん、ここでやります、はい、はい、いやー、まだもうちょっと若干あるのかな、まだあと少し、うん、あと少し入れるので、まだ入れるみたいな、絶対これはね絶対面白いよね、間違いないね、はい、間違いなく面白いと思います。清水さんはね、ここに来た時ももう毒入ってますからねで、今トシちゃんと何か歌おうかと、うん、おおいう相談もしているので、演奏もあると思います。おぜひぜひ予約してみてください。はい、はい、それからですね、うん、これはまだ今日初めての告知になるんですが、はい、7月22日、うん、日曜日です。日曜日、異談次回ボリューム3、うん、第3弾、うん、はい、の上映会が決まりましたので、はい、おいします。はい、まだ作品は確定はしてないですね。確定はしていません、はいはい、でも多分皆さん予告通りだと思いますので、ね、うん、はい、また近いうちに詳細を発表しますのでよろしくお願いします。はい、ぜひお願いします。はい、それからさっき会議がありましたけど、はい、劇団人舞台の今年の公演の日程が決まりました。はい、11月28日水曜日から、十分にうるせえな12月の2日日曜日まで、はい、はい、
今回はですね、新宿にある歌舞伎町のど真ん中にある劇場で、コフレリオ新宿シアターっていうところで、はい、オスローバッティングセンターじゃないんだ、はい、オスローバッティングセンターは多分ね、小屋入り前に毎日行きますね。行きましょうか。はい、確実に行くと思います、うん、体温めてからね。なるほど、そうですそうです、はい、ぜひ皆さんバッティングセンターで、ね、そうですね、足を運んでいただきたいなと。提携はしてないですけど別に、はい、ホームラン打ったよっていう証拠を持ってきてくれれば、うん、500円引く、引くの。それ言っちゃっていいですかこれ。適当なこと言わないでください。乗っちゃってるから今電波に。絶対打てないでしょ。いやいやいや、いや分からんよ。いいよ、じゃあ、じゃったらだって。じゃったらじゃったら俺が自腹で500円バックします。おー、出た。皆さんチャンスです。はい、ホームラン打ってね。ちゃんと公式のにもちゃんと載せてくださいよ。、うん、おそれじゃないと。やりますよ。言った言わないの世界になる。やりますやります。俺 毎日通って何本か打って、それを300円で売ろう。おやらしい。200円は得するよみたいな。はい、まだ作品等々はね、まだ決まってないので。そうですね、おいおい、はい、オリジナル、ね、今回もオリジナル、はい、新作です。3円ではなく新作です、うん、はい、ですね。間に合いますね。やばい。頑張る、やばい。マヤさん、よろしくお願いします。だそうです、はい、お願いします。はい、はい、あとはありますか、告知は。畑中達也君は特にないですね。はい、何しに来たん。本当だわ。こういうのほら、大体ほらなんか告知があったりさ。いやまあ、うん、なんですかね。なんか言おう、嘘でもなんか言おう、うん、僕が、うん、やっぱノープランってダメですね。全然ダメ。よく生きてこれたな。いや本当ですね。運のみか。そういった意味では強運かもしれないですけど。そうだよ。電波乗ってるからね。あ、そうか、うん、はい、ダメだダメだ、すいません。僕は頑張ります。はい、頑張るそうです。はい、応援してあげてください。はい、まだちょっと時間ある。ありますよ、あと3分、はい、4分ぐらい、3分ぐらいですね。痛い話とかまだ残ってる人いる？痛いの、小学校の時に、1年生の時に坂道を、ね、前の日学校に傘を1本忘れてって、その日も雨降ってて朝持ってったんだけど、夕方帰りには上がっちゃったの。傘2本持って坂道を行く小学校1年生はスキーみたいにやりたくなりますよね。シュッ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 ガリガーンって顔面からガリガリガリって坂に行こう。ガリガリガリっていきました。短いやつね、痛かった。じゃあ僕もサクッと短いやつを、はい、まあ、僕がちっちゃい時どんぐりごまっていうのが流行ってまして、うん、もう 今の人は刺してこうやるやつ、ね、はい、爪楊枝のどんぐりに爪楊枝刺して、うん、それでコマみたいにするんですけど、うん、まあ、それを作ろうと思ってどんぐりを持ってて爪楊枝を刺そうと思ったら、こうどんぐり突き抜けて親指に刺したっていう。サクッていう。やっぱさ、痛いが伝わるわ。指先とかがちょっとやっぱ痛いね。リアルですね。あと思い出しました。僕こうすごい真面目に見えるじゃないですか。うん、そうなの。もうなんだこれ。まあまあ。いやいや、で、うん、ちっちゃい時はやんちゃだったんですよね。はい、でまあ兄貴がいてですね。うん、でまあ庭で犬を飼って前々回かな。おうんこ。お犬様の。お犬様のおうんこを食べた。おうんちね。おうんちを食べたね。うんうんうん、犬を飼ってて、はい、でまあ庭で遊んでたわけですよ。うん、で僕はなんか鎌で草刈りをしてて、兄貴はその犬と遊んでて、でも何なんかふと思こう鎌を見て、兄貴がそっちにいてタタタタって走っていってサクって背中にこう鎌を刺したんですよ。サクッと、で俺は笑ってるっていう狂気ですよね。危ねえっていう子供でした僕は。危ねえな。危ないね。あとはこれは兄貴の被害なんですけど、うん、まあその時まだやんちゃで、うん、兄貴がこう勉強してて、うん、家の中ですよこれ。家の中勉強してて、まあなんかわからんとかあって、母親にちょっとここわからんじゃけどつってこう本をね読みながら、そのわからんとこを読みながらこう言ってた時に、何思ったか画鋲をねこう下に足元にここ踏むかなみたいな、うん、そんな好奇心でスッとそう置いたらちょっと踏んで、俺それすげえ笑ってました。出た。すごいやんちゃでした僕。危ねえよ。すみません、お兄さん、ごめんなさい。
ていう子供でしたっていう痛い話です。っていう痛い話。じゃあ最後これ読んで終わりましょうか。はい、はい、はい、じゃあお願いします。そうそう、私こういうの読めない。こんばんは。去年忘れられない痛い思いをしたことがあるのでメールしました。はい、私は電車で寝過ごしてしまうことが多く、よく大変な目に遭います。去年の夏休み最後の日、友達と遊びに行った日のことです。その日は夜遅くまで遊んでいてとても楽しかったので、帰りの電車も友達とずっと話していて眠くなる気配が全くありませんでした。はい、途中の駅で降りていた友達が寝ちゃダメだよと心配してくれていたのですが、大丈夫、眠れる気がしないと私は言いました。友達と別れた直後爆睡しました。目が覚めると電車は見たことのない駅に止まっていて、びっくりして眠気が一気に吹っ飛びました。終点で降りて乗り換えなければならなかったのに、なんと電車は終点から折り返していて、しかも終点からだいぶ離れた駅でした。家までは2時間もかかるのでどうなっちゃうんだろうと青ざめていました。時間を調べたら終電にはギリギリ間に合ったものの、もう家の最寄りの駅まで行く電車はありませんでした。しょうがないので終点の駅からタクシーで帰ることに。ところがタクシーの中でさらに悲劇が待っていました。来月熱そういうわけじゃないよね。財布がない。うん、なぜか財布がありませんでした。うん、これには顔面蒼白、うん、探しても探しても財布は見つからず、最後どこで使ったのかも全く覚えておらず、うん、タクシーのおじさんが励ましてくれたけど、うん、この世の終わりみたいな気分でした。うん、もう二度とこんな痛い目に遭いたくないです。わーい、うまく締まりました ね、素晴らしい。そうというわけでね、皆さん電車には乗り遅れない、はい、気をつけましょう。帰っていただきたいなと思います。はい、はい、というわけで今月もね1時間喋り倒しましたけどね。はい、いっぱいでいっぱい。次回は、7月1日ですね。はい、はい、ここでまたライブを、はい、ライブをやりますので皆さんそちらでお会いしましょうね。うん、はい、はい、というわけで上昇気流は来月は藤田よし子です。はい、はい、我々はお休みなのでまた8月の第1週目ですね。はい、月次回は8月1日かな、はい、ぐらいです。はい、はい、というわけで、痛い話で1時間お送りしました。はい、はいはい、どうもありがとうございました。はい、なかった。はい、ではまた来月再来月お会いしましょう。はい、おやすみなさい。おやすみなさい。ありがとうございます。